あの、日本人が1億2000万人ぐらいかな、今。で、4000万人が年金もらってますよね。なので、その4000万人の年金収入の人にとってみると、あの、日本経済が良くなることって、どちらかというとマイナスなんですよ。あの、ま、経済良くなった方がいいんじゃないのっていうのは、あの、イメージとしてはそうなんですけど、あの、じゃあ、日本経済が良くなると、どんなことが起こるか。アメリカを見てもらえばわかるんですけど、まず、物価が高くなって、給料が上がります。 でも、じゃあ、年金生活の人って、給料の収入があるわけじゃないから、その年金って、あの、一応物価が上がったら給料上がるよって言われてるんですけど、あの、年金が上がるのって遅くなるんですよ。ということは、物価が上がると、年金で買えるものの量が減るんですよ。 例えばその中、じゃあ今年金を20万円もらってますっていう人が、その物価がじゃあ10%上がりましたって言ったら、20万円あったとしても18万円分しか物が買えないじゃないですか。じゃあ、貯金と年金で暮らしてますって人にとってみたら、貯金がじゃあ2000万円ありますって言っても、物価が10%上がりましたっていうことは、2000万円で買えるものが、今度は1800万円分のものしか買えなくなるんですよ。 貯金と年金で暮らしている人にとってみると、日本経済が伸びるということは、その高齢者の人たちの人生にとってはマイナスなんですよ。まあ、観光とかを閉じて、その円安にして、で、その,あの物価が上がらないようにして、日本経済が停滞している方が、年金と貯金で暮らしている人にとってみると、あの、買えるものの量が増えるので、幸せになるんですよ。 その4000万人は割とあの投票に行く4000万人なので、若い人たちはま投票に行かなので。なので、あの、岸田政権のやってることは、あの、その、相ういう人たちにとってみると正しいんですよ。要は、経済が停滞し続けた方が良いよねという人たちが、あの、頑固な4000万人なわけですよ。